サッカーファンの皆さん、お待たせしました。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦。これは大変な試合になりそうですね。フレンドリーマッチとはいえ、このカードを楽しみにしていました。どんな展開になるのか早速見ていきましょう。試合のキーとなる選手の予想は難しいですが、この選手に期待しているサポーターはかなり多いでしょうね。フィジカルの強さが有名です。厳しくマークされても動じません。名古屋グランパスは J リーグ創設以来の名門チームです。低迷した時期もありますが、好調な時期は倒せないほど強くなるイメージがあります。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。こちらがアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。名古屋のキックオフで試合が始まります。どんな試合になるんでしょうか。このパスは読んでいました。酒井宣義、稲垣翔、丸山雄一、吉田、これはよく追いつきました。ライン際でボールをキープしました。高いパスで裏を狙います。チャンスになるか。タックルでボールを取り返した。いい位置でカットした。いいパスだ。ボールはキーパーに戻ります。稲垣翔、強い当たりだ。何をしてくるのか。惜しい場面でしたが、ここでボールを奪われました。いいところでボールを取りました。宮原和也、柿谷陽一郎、これは見事に奪いました。狙える位置です。稲垣翔、ここからどうするのか。これはやってしまったか。絶好のチャンスを決められません。決まれば先制ゴールだっただけに、もったいないプレーでしたね。パスをつないでチャンスを伺っています。お互いに我慢のしどころでしょうか。キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。中を狙うか。このヘディングは大きく外れました。枠には飛ばしたかったですね。うまく捉えきれませんでした。このボールは通しません。グランパスが攻めに出ます。
チャンスかと思いましたが相手ボールになりました。弧を描くパスで裏を狙います。これはチャンスか、通ればという場面ですがオフサイドの旗が上がっています。ちょっと動き出しが早すぎましたね。最終ラインだけでなく出し手側の様子を見て走り出さないとタイミングが合わないでしょう。タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。視線が中にいった。さあ出すか。いいクロスだ。マイナスのボール。これはキーパーのファインセーブ。この位置でインターセプトします。おっと裏へ出した。狙いは良かったんですがカットされてしまいました。稲垣翔、長澤和樹、レオシルバ。これはナイスインターセプトです。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。ここは名古屋に警告が出ます。これで厳しくいけなくなります。ちょっと苦しくなりましたね。ここでポゼッションを失いました。レフェリーは流しています。ここで主審が試合を止めました。ファールのあった位置からフリーキックです。おっとボールを取り返した。これはよく見ていました。スペースに抜けようかという場面ですがオフサイドです。飛び出すタイミングが早すぎましたね。アイディア自体は良かったと思いますよ。味方を使います。惜しい場面でしたがボールはラインを割りました。裏へのいいパスが出た。このシュートはわずかに枠を外れています。ここで審判がファールのホイッスル。主審が選手に注意を与えます。カードは出さないようですね。滑り込みましたが引っ掛けてしまいましたね。力強いシュートでしたがこれは少しそれてしまいました。弧を描くようなパスです。スペースを狙う。ゴール。フィニッシュはボレーシュート。鮮やかなプレーです。トラップするかと思ったんですがボレーで決めましたね。とっさの判断が功を奏しました。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。レフリーの笛が鳴って、後半戦キックオフです。狙える位置です。ここはシュートチャンス。止めた。ランゲラックが目の前からのシュートに超反応を見せました。
さあボールを蹴った、ボールをはっきりクリアしたい。これはクリアしきれていません。相手のチャンスとなるか。ここは通しません。いい形でゴール前まで持ってきました。前半この選手のプレーがよく効いていました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわじわ効いてきます。ファールを取りました。相手に渡ります。チャンスになるか。思い切って狙ってきましたね。しかしこれは枠を捉えきれませんでした。酒井宣義、いいカットです。ボールを奪いました。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。しっかり潰す。カットします。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。このシュートはディフェンスがブロックしています。宮原和也、ここは効果的なプレスですね。うまくボールをダッシュしました。しっかり見えています。これは怖いスライディング。ゴールキーパーがうまく前に出ました。ここはクロスでしょうか。これはナイスカット。チームを救いました。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。今のところポゼッションは名古屋グランパスが上回っています。残念ながらほとんどフィニッシュにまで持ち込めていないんですよね。それが結果にも表れています。同点に追いつくためには何かアイデアが必要ですね。ギリギリで追いつきましたね。これはチャンスとなるか。ゴールキックから再開です。さあここでプレスを受ける。見事なスルーパス。思いっきりよく飛び出して見事にセーブ。止めています。タイミングがバッチリでしたね。しっかり読んでいた。攻守が入れ替わります。おっとオフサイドでしょうか。長澤和樹、スルッと上がってパス。これは危険なタックルです。レッドカードもありえます。レッドカードで退場。そして危険な位置からのフリーキックです。退場は仕方がありません。ここは何としても防ぎたいですね。判定に対し、監督も厳しい表情を見せています。ちょっと足の止まりかけていた選手に代わってフレッシュな選手が入ります。カットします。阿部裕之、
同点ゴールが来るか。隙を伺います。決まった、同点です。同点、まだ時間はあります。次のゴールはあるのか。試合終了間際の同点ゴールです。敗戦が濃厚でしたが、これはお見事。あとは勝ち越す時間が残っているかどうかです。こういった時ほど選手と監督の意思の疎通が大事なんですよ。これは痛い同点ゴールです。監督の表情からも伺えますね。これはナイスインターセプトです。土壇場で勝ち越しのチャンスが巡ってきました。絶好のチャンスです。まだ試合は終わっていませんが、勝利を手繰り寄せるゴールです。大変な喜びようですね。気持ちはよくわかります。映像が来ました。これは見事なパスワークでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。この時間のゴールですから、これで試合は決まりで、このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。名古屋グランパスにイエローカードです。同点に追いつけるか。ブロックでしのいだが危機が続いています。主審が試合を止めます。危ないシーンでしたが、クリアして攻撃を断ち切りました。激しいタックル。エリア内では危険ですよ。キーパーの飛び出しが見事でした。ボールを抑えています。長澤和樹。これで3分アディショナルタイムが追加されます。体をうまく使ってボールを守っています。ここで抜きました。ありそうだ。ランゲラックのセーブ。まだインプレーです。ひとまず危険なエリアからクリア。得点につながってもおかしくなかったですね。入れば同点ですが、決まった、ゴール。退場者を出したにもかかわらず、試合終盤チーム待望の同点弾が決まりました。一人少ないにもかかわらず同点にしてきました。選手が抜けた穴をうまくカバーできているようです。監督も明るい表情です。ようやく同点に追いつきました。試合終了。このリーグ戦は両者が勝ち点を分け合う結果となりました。両者一歩も譲らない好ゲームでしたね。最後は引き分けに終わりましたが、あれだけの競り合いを演じてくれればサポーターも満足しているでしょう。次節にも期待しています。